ガキども、いよいよ遠足の目的地であるパッパラ海岸に近づいた。これより着陸態勢に入る。バーイヤッホー。リュウ君、リュウ君も降りたの。パリも行きます。ヤッホー。やだ、しがみつくなよ。自由行動の時間だ。だが春の海の水は冷たい。決して海の中に入ったり泳いだりしないように。はーい。では解散。うわー、いやー、春の海は海水浴よね。僕ら魔法っ子だもん、冷たいなんて言ってらんないですよね。お前ら全然私の言うことを聞いてないじゃないか。クラゲの群れが現れるは、おっかね海だぞ。一つ目クラゲ、そんだ猛毒を持った、は恐ろしいクラゲだ。なんだと、私の可愛い教え子たちをクラゲなんぞに襲わせてたまるか。ガキども、海から上がれ。一つ目クラゲの群れが来るぞ。一つ目クラゲ、何それ。リーダー、キーナちゃん、今行くぞ。囲まれた。私のクラスのガキどもだ、絶対に死なせん。ラスカル先生、無事だったんですか。なんか知らんが、クラゲども私を見て逃げ出したのだ。だが二人が刺された。リア、シーネちゃん、ディア君、ディア君も刺されたの。とにかく医者だ、医者を呼べ。二人はテントに運ぶぞ。大魔王様、一つ目クラゲの軍団が動き始めたでげす。一つ目クラゲの猛毒は一匹でもかなりのもの。軍団になりますとますます猛威を振るうでげす。今度
だくさん。チャチャのやつ体中のあっちゃこっちゃ刺されまくって、足ぶれて足ぶれて足をペンするだけっす。チャチャめ、海の藻くずと消えるか。すごい熱だっしゃ。一つ目クラゲの猛毒のせいだっしゃ。このままだとやがて体中に毒が回って死んでしまうっしゃ。私の可愛い教え子なのだ。助かる方法はないのか。一つだけあるっしゃ。それはなんだ。治りそうという草を煎じて飲めば毒を消すことができるっしゃ。治りそうだと？それはどこにある？ここから西に行った星の入り江でっしゃ。それじゃあその治りそうを取ってくればリーアたちは助かるのね。その通りでっしゃ。でたらなめそな。アクアオトロシエとこの名もっしゃ。なんだあのばあさん。うちの看護婦でっしゃ。おめえらよう聞くぞな。あの星の入り江にはおっとろしい女の妖怪が住んどるぞな。治りそうを取りに行った者はみんなその妖怪に海に引きずり込まれてしまうぞな。行くわリーアのためなら治りそうを取ってくる。私も行くわ。リア君の一大事なんですもの。黙って見ていられないわ。妖怪なんて妖怪なんて怖すぎるわ。あの私も行っていいですか。お凛ちゃん、なに、あんたもリーア君を狙ってる口？違います。じゃあシーネちゃん。かわいい。よし行くわよ。目指すは星の入り江よ。チャチャたちは星の入り江に向かうようです。星の入り江か。あそこに住む女の妖怪は手強い。ひとまずあの妖怪に任せよ。待ってて、リーア、シーネちゃん、必ず治りそうを持って帰るわ。星の入り江だ。すごい渦ですね。あの中心から妖怪が現れるんだって。治り草はこの崖の下の洞窟の中に咲いているそうだ。いいか、妖怪に気づかれないように静かに降りるぞ。ちょっと待ちなさいよ。私あんたたちみたいなことできないわよ。ちゃっちゃー、後ろ乗せて。今マリンとか言ってたわよね。え、どの子がマリン？あら、あなた、ん、海坊主って人の知り合いじゃない？まあ海坊主は私の兄よ。よくわかったわね。誰だってわかるわよ。そして私の名は海坊主。
指暴行。私の自慢の兄を振ったマリンっていう小娘に復讐するためにずっとこの入り江で待ち伏せしてたのよ。あなたたち治りそうを摘みに来たんでしょ。そうよ。一つ目クラゲに刺されて苦しんでいるガキどもがいるんだ。早く治りそうを持って帰らないと死んじゃうんです。嘘ばっかり。確かに治りそうには毒を消す効力もあるけど、本当の目的は両思いの効力の方なんでしょう。え、そんなこと聞いてないわ。その治りそうを月の明るい夜に好きな人にあげるのよ。そうすると両思いになれるの。マリンは他の男の子を追っかけてるって噂だわ。必ず治りそうを取りに来る。あら、いいこと聞いちゃったわ。そこのポニーテール、ちょっと、あんた、妖怪はチャチャたちに任せて、私は治りそうを探さった。私の目は任せないわよ。ここだわ、ここだわ。私を甘く見ないでよ。これだけあればディーヤ君の熱も下がるし、ディーヤ君とは、ディーヤ君治りそうよ。僕は君を一生離さないぞ。ディーヤ、これあげる。サンキュー。あり得る。私の分以外は全部処分しちゃおっと。うわー、お酒神攻撃、どこまで避けきれるかしら。そっちがその気なら、ここは私に任せろ。お前たちは治りそうを探せ。はい。貴様の相手は私だ。お酒の方が強いわ。ラスカル先生、あっという間にやられちゃった。ペペさん、治りそうお願いします。おりんちゃん、モモンガ忍者おりん、行きます。あら、あなたがマリンだったのね。おりんです。行くわよマリン。おりんです。ない、一体どこに。えい、かゆい。すごいわお兄ちゃん、まるで飲みのよう。いけない、見てる場合じゃなかった。早く治りそう。あ、治りそう見つかったのね。これ全部私のものよ。え、リア君のことは全部私に任せて、あんたは妖怪退治でもしてなさい。ずるいわよマリン。マリン、うるさいわね。そんなところで狙えるわけにはいかないわよ。あんたがマリンだったのね。されるち違うわ、この子よ、この赤ずきんがマリンよ。嘘、マリンはこの子よ。違うわ、だってこの子赤ずきんマリンって呼ばれてんだよ。どっちでもいいのよ、二人とも握りつぶすわ。苦しい。やめろだ、海暴行。やめるのだ、海暴行。お兄さんも海坊主。やめてくれ。お兄さんも。妹よ、お前には気に入らないやつかもしれぬが、拙者にとっては、拙者にとっては心底惚れた女なのだ。許してやってくれ。お兄様。あ、そこまでこの根性悪女を。根性悪。許せ。お前もいつか惚れた男ができたら別れであろう。お兄様。分かったわ。お主らにも迷惑をかけたな。また会おうぞ。はい。
いましたね。帰ったね。ならば我らが攻めるまでだ。あれ、ここは。おっしゃ、気がついたし。あれ、ジャチャさんたちは。治り草を取りに星の入り江に出かけたしゃ。今頃は女妖怪の餌食に損だよ。なんだって。大変だ。シンネちゃん、俺たちも行こう。おう。まだ無理をしちゃいかんしゃ。へい、おまっとうさん。あなたは。ただの通りすがりのタクシードライバーでさ、ちょいと星の入り江まで行きやしょう。頑張りましたね、お嬢さん。はい。これはみんなのために使いましょう。あ、これもしかして。うっそ。お嬢さん、あんなものを使わなくても気持ちはいつか通じるものだと思いますよ。わかってるでげす、わかってるでげす。海の
消えたのはクラゲの方でゲスな、まったくだらしのない奴らでゲス。次もう。あの影で？なんてこと、こんなに月が綺麗な夜なのに、せっかくのチャンス。マリン、歌ってるか？やっぱりほらね。やっぱりほらね。笑ってる。笑ってる。明日のこと指切りした。明日のこと指切りした。帰り道。帰り道。驚き。しかもすごく仲良しで結束が固いの。その兄弟たちが私たち